強すぎませんかね。強いやつ用意させていただきました。びっくり、びっくりするぐらいみんな吹っ飛んでるんで、あの相手のパンチだけは全力で避けて。それでは輪島ひろみ選手、意気込みをお願いします。オス下進会チーム侍の輪島ひろみです。そうですね、僕が強い選手とやりたいってずっと言ってきたんですけど、ちょっといきなり強すぎませんかね。じゃあそれだと強いやつやりたいって言ったんで強いやつ用意させていただきました。びっくりしてます。自分でも本当試されてるなっていうような、本当に強い選手なので、勝ちます。おっす。輪島選手、いきなり強すぎませんかっておっしゃいましたけど、どんなところにこう強さを感じるんでしょうか。いや本当一発って感じですね。もうびっくりするぐらいみんな吹っ飛んでるんで、皆さん映像見てみてください。K1 のチャンピオンとしてのK1 でのリングではこう初めての試合になると思うんですけども、どんなこう勝ち方をしたいというふうに今考えていらっしゃいますか。いやもちろん、はい、KO で勝ちたいと思ってますし、はい、どんだけ相手が強くても、K1 が一番強いというのを証明していきたいんで、はい、KO で勝ちます。この選手確かヨーロッパの木村実みたいな感じでファンの間で言われたと思うんですが、小島選手から見て木村選手となんかこう似てる部分ですとか、もしくは違いというのはどういうふうに感じますか。そうですね、スタイル的には僕は木村選手というより、さっき中村さんがおっしゃってた、グレゴリアン選手みたいな、あんな感じの剛腕っていうイメージですかね。木村選手を攻略してるじゃないですか。そういうパンチャータイプは、いや前回の試合通り得意だっていう気持ちもないですか。そうですね、パンチに対しては、僕は蹴りにすごい自信があるんで、本当に蹴っていって、いつも通りのスタイルで戦うって感じですかね。ちなみにヨーロッパの選手って、ヨーロッパの山田選手の階級はやっぱりヨーロッパが強いと思うんですが、ヨーロッパの選手って随時チェックとかされてるんですか。いやそんなにチェックはしてなかったんで、本当にこの選手っていうのが出てきて映像を見てすごいびっくりしました。その映像を見て、でもこの部分にこう穴があるぞというような攻略の糸口っていうのはもう見つけてますか。そうですね、それはこれから、はい、見つけていきます。チャンピオンとして、外国人選手を迎えたわけですが、どういうような試合をしなきゃ、チャンピオンとしてどういうような試合をしなきゃいけないと思ってますか。チャンピオンとしては、K1 のチャンピオンとしては本当に、倒しに行く試合をしたいなと思ってるんですけど、はい、もう相手のパンチだけは全力で避けて、で、自分の攻撃だけ飽きてるっていうのをやりたいなと思います。先ほどちょっと木村実選手よりはグレゴリアン選手の方がとはちょっとおっしゃったことはちょっと承知の上で、木村選手を例えば100とするならば、映像を見た感じで今回の選手はどれぐらいのこの強さを感じますか。ちょっと難しいですね、すごい難しいんですけど、一発のパンチだけで言うと今木村選手よりあるかもしれないなって思ってます。倍まではいかないまでも 1.5 倍ぐらい理想とかそんな感じですか。あるかもしれないですね、はい、ありがとうございます、はい。